さあ今日も始まりましたひでしチャンネルでございます、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は5月の28日ですね、時刻は2時ちょい前でございます。先日交換したこのジスペケのマフラー、作業自体はねもう終わってるんですが、まあ、しばらく乗ってみて、まあグラスウール消音剤が落ち着いた頃にパワーチェックをしましょうというようなお話になってました。で何キロかな、50キロ、100キロは乗ってないと思うんですけど、若干ね音も少し大きくなったような気もするので、もう測ってもらおうかなということで、今日もここのところ連日なんですけどバイク屋さんに行こうとしてます。ということなので、まあ、前回前々回かなの動画でも言いましたけど、一応入り口パワーフィルターじゃないわ、エアクリーナー、でついでに2次エアのキャンセルで、今回出口の交換と、まあ、サブコンといいますかね、コンピューターもちょっとやりましたので、一旦これでどんぐらいになっているのかなと、まあ、馬力とかトルクがねっていうのを知っておきたいなと思います。確か純正が125馬力ぐらいなので、まあ実測どれぐらいですかね、カタログスペックの 0.9 掛け 0.85 掛けぐらいだとしたら110前後出てりゃまあ御の字かなぐらいな心づもりで行こうかなと思います。一応ねバッフルは今つけてるんですね。ただ思ったほどやかましくないので、一回今日外してもらおうかなと思います。はい、ということで今日は裏から来ました。ひまわりモータースファクトリーさんですね。一応ね事前に電話はしておきました。よし行ってみますか、楽しみやな、なんぼになるかな。はい、ということでひまわりモータースファクトリーさんで、マフラー交換後のパワーチェックをしてもらいました。結果はねまた後ほどご報告しようかなと思いますし、データシートもねいただいたんで、また、画像として貼っ付けておこうかなと思います。ということで一通りの作業が終わりかな。ああそうそう、でバッフルはね外しました。いいんじゃない、ちょっとうるさいけどこれで乗ってみよう。はい、それで肝心のパワーチェックなんですけども、マフラー交換後106馬力だったかなでした。なので、まあ、110ぐらいかなって想像してましたけど、ちょっと低かったかな。で純正マフラーが105馬力なので、まあ馬力はね1馬力のアップにとどまってますので、大幅なねパワーアップは望めませんでしたが、まあ、パワーアップしてることには変わりはないですし、
そのカーブを見てみたんですけど変な曲線にはなってなかったので、まあひとまず良いのではないでしょうか。はい、ということで今日はひまわりモータースファクトリーさんに行って、マフラー交換後のパワーチェックをしていただきました。来る途中もねちょっと言いましたけど、これで、まあ、給排気と、まあ、一部コンピューターとの作業は一旦終わりにしたいなと思います。次どこに手を入れていくかっていうのはまたねおいおい考えていきたいなと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。